次の曲は私のオリジナル曲となっております。赤い月という曲なんですけども、この曲は私の母が作った曲で、母の友人が筋ジストロフィーっていう病気になった時に、母がどうしても力になりたいと言って作った応援ソングとなっております。で、私ちっちゃい頃からこの曲を聴いていて、どうしても歌いたいって言ったら、いいよってやっと言ってくれた本当に大好きな曲になっておりますので、よかったら、そう、あの CD ね、再販しないって言ってたんですけども、なんかあの、あ、そう、前売り切れたんです、香川で。なんですけども、あの、なんか黙っていたら母と父がなんか作っちゃっててなんか新しく作っちゃってて、なんで、再販いたしました、イエーイはい、再販しちゃったので、よければ買いに来てくださればなと思っております。それでは聴いてください、赤い月。
ございました。そう、さっきね、今いなくなっちゃったけど、あそこら辺にね、いた ご家族のね、女の子がね、シフォンスカートのね、めっちゃ可愛い服着てたんだけど、その子がね、この曲のね、サビぐらいかな、ずっとね、こうやって踊っててくれてね、めっちゃ可愛かったっていう、ただの感想でした。ありがとうございます。本当に可愛かった。もうちょっともう一回戻ってきてほしいな。よかった。あ、そう、はい、なんか告知することあるかな。あ、そう、今歌った曲赤い月をですね、そこの物販スペースの方で売っておりますので、よかったらお手に取っていただければなと思っております。それじゃあ最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は、女の子は誰でもっていう曲になっております。はい、私の大好きなお箱曲、最近よく歌ってるね。よければ手拍子としてくださればありがたいです。お願いします。見るくらない一つだけ思い出
ございました。